ネットビさん、横田修林です。僕の中でですね、今、ポケモン GO を超える位置情報 AR 付きアプリということで注目しているですね、ジェラシックワールドアライブというものの一つの機能であるバトルについて今日は紹介したいと思います。早速ですが、バトルのところのこの黄緑のボタンを押していきます。はい、そうするとですね、これで対戦相手を検索中になっているんですけど、ヒント、すぐ見つかったか？対戦相手を待っていますか。ヒントが今一瞬で終わっちゃったな。ヒントにですね、結構いいこと書かれているので、それを読もうと思ったんですけど、後でこれアーカイブ撮ってるので、振り返ってみたいと思いますが、1分45秒、2分の間に相手をですね、探してですね、その人と対戦することができます。これは全然知らないね、世界中の相手と対戦することになるんですけど、相手も同じタイミングで今みたいにこう対戦相手を探してるってなった時に出てくるんでしょうかね。なので、ついさっきやってた時には、マッチングしなかったんですけど、これをね、常にやってないといけない。で、友達と戦うですね、フレンドリーバトルっていうのがあるんですけど、これは、友達になった人とできるんですが、これは全然得点にならなかったりとかするので、特にですね、ダーツがもらえるわけでも、フランキーをもらえるわけでもないんですけど、まあ、練習にはいいかもしれないんですが、こっち側の方だったら、もしかしたらね、友達が偶然出てくる可能性もあるんですけど、楽しみに待ちたいと思います。でですね、今、ここ僕、火山からですね、噴火してですね、山火事が起きている状態になっているのが、僕の今、ステージなんですけど、これは最初のステージから一つ上がった、今、二つ目のステージの方に来てるんですけど、で、対戦相手は、対戦相手のステージですので、同じステージとは限らないので、アリーナっていうのかな。なので、相手は、違う背景のところで戦っているというのがですね、ちょっと面白いんですけど、どっちかのね、アリーナに行って戦ったらなんか面白いと思うんですけどね、ワープしてね。相手の側にいたらね、違うそうですよ。はい、ということで、あと14秒ですけど、果たして対戦相手は現れるんでしょうか。待ちたいと思います。ちなみに対戦相手はですね、バトルが終わった後に友達リクエストを送ることができるっていうのがちょっと面白いんですけどね。はい、対戦相手見つかったでしょうか。どうだ。はい、またも見つかりませんでした。ということで、もう一度試しください。残念だね。これ、2回とも今、見つからなかったんですけど、今日見つからないのかな？やっぱこの時間になると見つからないのかね。ということで、一旦切りましょう。ありがとうございました。